何アリでもいた、うん、足元に持ってるじゃん、うん、ということは何今日のお題は。はい、もう当てて、もう当ててく、もうボクシング。いや、ボクシングはなぜ持ってるから今日のお題は、はい、ボクシング。ボクシング、ステップの種類。無視しやがった。しかも無視したよ。ボクシングのステップの種類だから縄跳びは使いません。なんで縄跳び持ってたんですか。あと持ちたいなと思って。たまにそういう時はこの間とまた色違うしね。違うでしょこれ。金銀で着てたから、うん、どうかと思ったら青いじゃん、うん、エメラルド。嘘つけ。ボクシングステップの種類何種類あるでしょう。はい、当ててください。知らない。100。そんなにないか。無限にある。無限の法則。ボクシングステップの種類、じゃあまずね、うん、ちょっとこう来てんじゃん。こうやったら見やすいかな。はい、前進んだ。はい、後ろ進んだ、うん、これで1種類なの。2種類じゃん。あ、ムカつくわ。そう、まあそうだよね、うん、うん、まあ前進ね、後進ね。みんなこれ、これとあとこうやって回る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 練習もみんなしたもんね。はい、これで2種類じゃん。2種類、うん、1、2、3か。1、2、3も3、約3種類、うん、と思ってんだよ。うん、ほうほう。まあね、前後ろ回る。 Nothing。 ボクシングのステップはボクシングのステップは起きて、ほらよ、ほらほら、はい、こう、ほらまたこう、こう。ああ、わかった。こうやったりとかね。ネジが止まったおじさん。そうそうそう、ネジが止まったおじさんね。いいとかやつね。こう、まあこれも、でもこれもまあ聞いたりするな。なんかこうやったりとか、こうやったりするんだ。こうやって切り替えるわけだ。こうやって、うん、切り替える、切り替える、切り替える、切り替えろよってやつね。懐かしいね。こっから、これ俺独特かもしれないけど、こっからこうジャンプしてこうなんだよ。こう構えておいて、でこう帰る。金ちゃんみたいな。金ちゃん、金ちゃん知ってる？ボクサー同士の会話じゃないから、なんかあれだよね、面白いよね、新鮮で。金ちゃんっぽいよね、うん、これ大体さ、ボクサー同士の会話だと、あ、これあれ、デュランのあれとか、こう ボクサーに暴れていくんだけど、金ちゃんだもんね。これを見てる皆さんもそうなんだよ。どっちかって言ったら、金ちゃんっぽいねってなるんだよ、うん、だってさ、ほら、スイッチした、ほら。あ、スイッチっていうね。スイッチもあるんだ、スイッチもあるんだ。で、あとこう横にこうスライドしたりとかさ、スライドしたりとか。で、ボクシングのステップに、まあ、種類っていうお題だけど、うん、種類は無限にあります。自分で作ろうぜっていうのは今日の今日の私の俺の訴えよ。あ、そうなんだ。こうだけ、こうだけ、もちろんね、基本のステップあるよ、こうやってやったりするのあるんだけど、そうじゃなくて、それはそれでよしとして、その先を行こうよと。いろいろこう、例えばさ、例えばね、こうやったらこうやったら、これおかしいじゃん、うん、だけど、こうやって相手にとってはおお、ね、バカにしてんのって感じだよね、今の。でも相手をこう、ほら、錯乱させるっていうかさ。そうそう、まずね、ボクシングは、ボクシングしちゃダメなのっていうのがちょっとね、俺のね、考えの一つなの。一つの角度からの話。和島みたいだね。そう、あ、和島さんとかすごい、うん、すごいと思うよ、あの人。だってカエルパンチだね、うん、ビヨーンだけどね、うん、あんなのは基本ないもんね。ないから当たるのよ、うん、当たらなかったとしたんだけど、だけどない、ああいう風なことをしたから24歳でドカタだよ、ドカタのある、うん、しかもやってなかったのボクシング、うん、24からやってデビューして、その世界に取ったんだよ。しかもミドル級、そうだね、しかもジュニアミドル、あの重量級だからね、うんうん、だからそういう頭を持った方がいいと俺は思うんだよ。柔軟な考え方、まずこう普通のね、ステップなんてすぐ検索すれば分かるから、うん、そんなの柔軟な考え方、ね、検索出てこないステップってあるのよ、うん、これ出てこないから、こんな柔軟な考え方ね、うん、であと何冷静な部長みたいなの置いてるであとさ、こうつま先でって俺もよく言うじゃん、こうつま先でと、はい、来た、ほら、これもありなのよ。ベタでもいいわけ、別に。相手に勝つポジション、相手に勝てばいいんだよ、ボクシングって、うん、まずね、極論と。そうすると別にこれでもいいわけ、ベタでもね、柔軟な感じ。そう、じゃあそれ今日気に入ってるよ、その、まあ、ベタでも、もっと要は相手はそれを見た時に、ちょっとなんか変だな、これ変だなっていうのが相手のリズムを狂わせるの、ボクシングって。柔軟な、あ、こいつ変やん、こいつ変って言ったら自分のリズムが崩れる。
そこに対して打っていくっていうのがボクシング。で、あの、まあ、ベタ足かと思いきや、こう、いきなりこう、スピード上げて、こう、これよくあるな、これ、こうやって、細かく動いて、細かく動いて。ああ、なんか、いるね。ボクサーね。ボクサー、ね。うん、これはこれで基本のステップだね。うん、で、こう、まあ、基本のステップやな、これ。ここは、もう縦横無尽に動くわけ。縦横無尽にこう、ステップして。縦横無尽に。縦横無尽にね。あらゆる方向に動く。で、今、ちょっとつま先で動いてたけど、これが、このステップで別に構わない。まあ、これボクサーいるんだよ。いる、そういうの見るよね。ボクサー。まあ、これ、ベタ足のボクサーだね、うん。これもありなのよ。これはあり、あり、全然あり。これもあり。ベタ足からリズム作ってる。ベタ足から自分のボクシングを作っていくタイプ。で、これでこうやったり。で、あと、モハメドアリ。ほら、アートボクシング。こうやって、ほら。ああ。こう、アートボクシング。よくやる、こうやって。こうアウトボクシング。蝶のように舞い。そう。蝶のように。蜂のように刺す。そう、蝶のように。こうやって。シュッシュッとこうやってやったやつね。そういうの好きね、基本的に。なんか、うん、うん。好みあるよね。こういう感じ好きとか。だからやる人もさ、こういう感じ好きとかで学ぶといいかもね。そうだね。例えば、初めの一歩で、一歩タイプ、高村タイプ、宮田くんタイプとほら。宮田くんタイプって、あの、さっきのモハメドアリタイプ。そうだよね。うん。だからそういう感じでいろんなねステップがあるの。こうあとインファイターね、ファイターっつって戦う、もう接近戦、もうこうこの感じこう来てるの、もうこの感じ打ち合うの、これもうこの感じだ、ファイター。こうもう現役でのボクサーだとファイタータイプって誰いっぱいいる。俺は好きなのは、まあ、フリオセサルチャベス、88連勝したもう神ね。次元が違うボクサーね、大好きなんだけど、泥臭いのよ。もう見た目泥臭いの。こうベタな感じでさ、ベタ足な感じでさ、こんなことやってさ、で構えもこんな感じでさ、こんな感じで、でもうトロいかなと思ったら全部ポこうディフェンスとかしっかりしてるんだよね。しっかりして、で急所のボディとかをパーンと打って相手を弱らせて倒すっていう。さっきのハメダリと全然違うよ、ね。違うでしょ、メダリと。だからいろんな今のパターンまた一つ、ほんとね、もう本当もう例えばこんな、ああなんかそういうのもいるよね。いるでしょ、うん、これないでしょ、これ教科書載ってないから、ボクシングの教科書に。こういうのない、これやめる、これカポエラみたいなやつ、ね、うん、こう、まあ、これはこれでありなのよ。これをありで今言ったのを、その場所場合で、場所その状況で使い分けたりするわけよ。こうやって使ったりとか、まあ、接近するんだったらこうやって来たらこう来た起きたなとか、よし、いきなりそんなできない。これはまあ経験だけど、ベタ足になったりとか、いろいろね、いろいろいろんなステップ、基本も今大まか言ったら、今度それにないことを練習するのがボクシングのステップの種類です。今日はボクシングのステップの種類の話だから、うん、種類の話、うん、こんなのあるよってこんなの先、こんなの先自分で作っていくわけよ。相手ここにいる、あこう来てこう来てとか、わかる、ほら、ここいるいるいる、うん、こう来てこう来てとかさ、こう来てこうやるじゃなくて、こう回ってこう、ま、これ、ま、これあるか、こう来てやる、いろ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 さ、いろ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 、あとこうリズムね、リズムを変えて変える、同じテンポじゃなくてリズムの法則で リズムを速くしてみたい、それだけでも違うの、あのステップが。当然リズムっていうことは、体重はこう振り子でいろいろ動くから、それに対しての下半身も動くから、このリズムをうんとかゆっくりになったり速くしてるとか、変なやつが強いのよ。お前変なやつ、お前今いろいろいるんだけど、変なやつ強いのよ。はっきり言って変なやつにボクシングができる、重なります、それが組み合わさっていくと強いボクサーのステップの種類で、最終的にあなた独自のステップを作り上げろということです。もうここで終わっちまえそういうことですね。だから今のステップいろいろ見せてたけど、今のまあこうやってこうやってこうやって、でも根本のラインは、自分のステップはいろんな自分で作り上げる、いろんな角度から練習して、角度にないことを、動きを練習する、それが最終着地点のステップにつながっていくから、正解はないってこと。わかる、なんかすげえ今日なんかこうボクシングオタクみたいな話になったね。うん。
いや、これボクシングチャンネルだからね。ずつマンツーマンでちょっと指導してくれよというあなたは、下の概要欄にホームページが載ってます。ホームページからお問い合わせをもらえたので、マンツーマンボクシング詳細希望でメッセージを送ってください。もしくはインターネットでマンツーマンボクシング宮上というふうに検索をして、ホームページで飛んで、マンツーマンボクシング詳細希望で今すぐメッセージを送ってください。Yes, come on!